あさって開かれる平和記念式典の参列国が新型コロナウイルスの感染拡大などに伴い当初の予定から減少することが分かりました。広島市は最新の参列国の状況を発表し、昨日時点で過去最多の101カ国と EU ヨーロッパ連合の代表が出席を予定していることが分かりました。一方で当初の予定から13カ国減っており、市は減少の要因として新型コロナウイルスの全国的な感染拡大などに伴い出席を見合わせたケースもあるということです。今年の平和記念式典には国連のグテーレス事務総長が国連トップとして12年ぶりに出席する一方、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアは招待されていません。